アフリカ・スーダンの正規軍と民兵組織の戦闘が激しさを増す中、浜田防衛大臣は現地に滞在する日本人などの退避に備えきょう午後にも航空自衛隊の輸送機をジブチに派遣すると明らかにしました。早ければ本日21日午後にも C130 輸送機1機がですね、えー、小牧基地からジブチ共和国に向け出発いたします。 浜田大臣は加えて、C2 輸送機と KC767 空中給油輸送機をそれぞれ1機、準備が整い次第出発させると述べました。一方、スーダンでは、戦闘を続ける正規軍と民兵組織 RSF が双方とも相手側との交渉を拒否していて、戦闘の長期化が避けられない情勢です。 現地からの報道によりますと首都ハルツームでは20日も激しい戦闘が続き市民生活に深刻な影響が出ていますこうした中国連のグテレス事務総長は少なくとも3日間停戦するように呼びかけたと明らかにしましたまたアメリカの国防総省はスーダンの状況を監視し不測の事態に備えた計画を立てているとした上で 大使館員などの避難に備えるため周辺国に部隊を追加配備すると発表しました。